キックオフです。松橋さんツッコミ出てます。コンテインのようですけどもハードやね。でここでディフェンスでまた下村がフリーで参加。松橋さん出っ放し。とても37歳の使われ方とは思えません。中のプレーですね。これはもう流します。あ、スクイズキックですね。さあどうなるやら。あ、抜けそう。やば。松橋さん一応フォローのエンドカバーしてますが、まあなんとかとりあえず塞いだかなっていう感じみたいです。松橋さんバンプ対して取りました。バンプやってます、バンプやってます。うまくフォローしてます。ノーマルの位置に戻った。おお、プレイサイド行った、プレイサイド行った、プレイサイド行った。あ、取られてます。残念でした。ここでランプレーをチョイスしているようだとオフェンス手がないということですね。ホームラン深いなぁ。うわ、うわ、うわ。下村もちょい絡めよ。暑いですね。どうや。見せるとこがありましたが、ちょっと見せ場にしてはちょっと物足らずかな。第3クォーターセリオの攻撃です。東大学の OB 山本君左タックルで3、セット、フォーメーションはショットガン。なかなかいいブロックしてますね。ゴール前攻撃になります。山本君は右のタックルに入っています。力押しでゴールを開けてタッチダウンになりました。パスです。あ、うまい具合に出ましたね。失敗。左サイドのランですね。これはあんまり仕事になりません。ポジションに入ってますが、どうでいかないな。インターセプトされちゃいましたね。あれあれ。バスモーションからブロッキングに行きましたが、漏れましたね。右のタックルで参加、ショットガンフォーメーション。ボールとしました。ターンオーバー、攻守交代です。ただいまから第2試合、愛知ゴールデンウィングス対なにわセンストーンズの試合が行われます。センストーンズのキックオフによって試合が開始します。ゴールデンウィングスリターナーは11番と18番です。
センストーンズキッカーは73番。リターナー18番。センストーンサーザンサーダンロングの攻め、攻撃、フレックスボーン体系。パス、ターゲット22番成功、フェイクから QB が左オフタックルへ上がるとしますが、これはゲインにならず、リープ空いていますが、11番ターゲット、しかしパス失敗、パスを選択、フックアンドローですね。これは43番がナイスカット。センストーンズ押し込まれて自陣1ヤードからの攻撃、ピッチプレーですがエンドゾーン越えずセーフティー、愛知2点が入ります。